今日は改めて来てくださって、そして最後まで残ってくださって、そして CD30周年おめでとうございます。先ほどもちょっとお知らせさせていただいたんですけれども、4月13日にはセカンドアルバムを発売します。そしてその日にはワンマンライブがあります。今回のアルバムはファーストの時よりも作詞をたくさんやらせていただいて、とてもすごく大切なアルバムになっています。4月13日も1ヶ月切って土曜日なんですけれども、もしよかったら来てくださったら嬉しいです。今日は本当にありがとうございました。最後の曲聴いてください。ありがとう。
ターのまこちゃんさんでした。ありがとうございました。